日本人のドレッド、はい、N ワード、うんはい、ドゥーラッグについて見解を教えてくださいはい、はい、えー、っと <laughs> うわこれめっちゃねあのすごい選手の努力だと思うんだけどなんか俺は正直なんかあのキャンセルカルチャーとかあんま好きじゃなくてあのこれやっちゃダメこれやっちゃダメとかあんま好きじゃないからあれなんだけどドレッドをすること例えば日本人がドレッドすることとかは全然俺は似合っていれば問題ないと思うし。 あのいいんだけれどでもやっぱりそのドレッドしてる黒人の人たちの文化とか歴史っていうのはやっぱり知っておいてほしいなっていうのは一個あってでやっぱそれをちゃんと知ってたら N ワードは絶対使わないし自分もあんま N ワードはあんま使わないんですよ基本的には。そのふざけてとか周りに例えば弟とかも黒人だから言ったりとか黒人の仲間の時にはたまに言ったりするけどなんか日常的にはあんまり使わないからなんか N ワードはダメだろうって思うし。 ドラグだ。ドラグはね、結構その、ドラグって、ってかその、もともと、なんか、ウェーブを作ったりとかするものだから、なんか、ファッションアイテムになりつつあるけど、なんか、何なんですかね。ドラッグいるみたいな人がつけてんのなんか、いるかなみたいな思ったんですけど、自分もこれ、いやまあ、これ、それこそブレイズやってるから、寝る時とか、ドラッグつけてるんですよ。外ではあんま歩かないしあ、でもこれが例えば、あの、これってどんどんさささになっちゃうから、なってきた時に隠したとかするけど、なんか、 デュラグいるっていう人がつけてるのはなんかちょっと面白いけどでも別にまあ好きにすればいいんじゃないかなとは思うんですかね。うんうんだよね。うん <laughs> そうそうそう。<laughs> まあなんか本当になんか文化とかなんか歴史とか、うん、あのみんなちゃんとなんか分かった方がいいと思います、ね。俺もそう思うです。